シメジーメッツはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のバスケットボール選手。身長208センチメートル、体重99キログラム。ポジションは PFCNBA のサクラメントキングストニウェー契約で所属している。カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれ、6歳まで父親と共にナイジェリアで暮らし、ナイジェリアではサッカーをプレイした。 カリフォルニアローンレールのローンレール高校でプレーし、4つ母子推薦を獲得し、2014年5月12日南、カリフォルニア大学に入学し、トロージャンズに加入することを決めた。1年時は3試合のスターターを含む34試合に出場し、1試合平均6.4得点、3.6リバウンドに加え、54ブロックを記録し、新人での54ブロックは、 タージ・ギブソンに次ぐ大学歴第2位の記録となった。2016年の NCWA トーナメント1回戦で敗れたが10分間出場した。2年次にはすべてスターターとして36試合に出場し1試合平均14.8得点、7.8リバウンドを記録し、2017年の NCWA トーナメント2回戦進出に貢献した。 2017年のパシフィック12カンファレンスの再成長選手、セカンドチームに選出された。3年時には、スターター33試合を含む34試合に出場し、1試合平均15.7得点、7.4リバウンドを記録した。2018年2月23日、スポーツエージェントから2000ドルを受けたとの疑惑が上がったが、 南カリフォルニア大学により疑いは晴らされた。2018年3月5日、同チームのジョーダン・マクローリンと共に、2018年のパシフィック12カンファレンスのファーストチームに選出された。2018年の NBA ドラフトへのエントリーを表明した。サンアントニオスパーズ2018年6月21日。 2018年の NBA ドラフト20名49位でスパーズに指名され3年のルーキー契約を結び入団した。2シーズンにわたり47試合に出場したが2020年11月20日ウェーブされ FA となった。サクラメントキングス2020年11月28日サクラメントキングスと契約したが プレシーズンゲームに4試合出場した後ウェーブされた。その後、12月24日、キングスとニウェイ契約を結んだ。ありがとうございます。